皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、私が今どこにいるかと言いますと、はい、開けて、まあ場所的に行くとこういう場所になるんですけれども、はい、いい眺めのとこですね。あちらが今回の目的の場所となっております。せっかくだからこのままで行こうか。場所的には、こちら。沼地忍者の拠点ですね。こちらを我々これから攻めに行こうかと思います。で、ミソラさん、この方に関しては、シャークのバー行った時にね、放浪者いましたんで、仲間に入れました。でね、レッコ君なぜかついてきちゃったんですけれども、間違ってね、出る時にどうやら、まとめて選択していたようで出てきてしまいました。いやー、この感じ、やっぱ景色が違うとやっぱあれですね、ちょっと若干違いますね。正規版になったらこの画面でやってみようかな。普段ね、ずーっとこういう画面ですからね、なかなかああいった綺麗な感じは見れないですけれども。さあ、つまりまず敵情視察です。開いてますね。ここを全滅させに行きます。まあ、おびき寄せましょうか。ほら。ほら、来ねえのか？ほら、あべべべべべべ。よし。おびき寄せ成功。さあ、行くぞ。全員攻めろ。あれ？遅いじゃないか。はい。さあ、戦闘が始まりました。相手は沼地忍者常忍。いやー、ブラックドラゴン忍者のあれよりも強いですね、ちょっと。ランクが高めです。こんなのがあんなうろちょろしてんのかな。だとしたらちょっと厄介ですね。さあ、確実に数を減らしていきましょう。さて、フリック君だけ攻撃しに行った。うら。うら。いけ。いっぱいいるな。うら。来たね、入り込んでった。さあどうなる。この数相手にちょっといきなしきついんじゃないの。さすがにみんな火力面でちょっと問題があるからね。しまえる人はしまっとこうか。はい、でも戦闘力を稼ぐためにね。まあこれもいいか。ここら辺はマイナス5されっからちょっと痛いからね。よし。さあ、動かないやつらがいるね。いいのかな。さあ頑張って。乱戦はきついかな。さあ、メタンコにしてやりなさい。敵が動かないのちょうどいいや。いけ。さあ、いけ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 。サウスハイブ来てんの？大丈夫かな？いけ。さあ、パーティータイムだ。パーティータイムだからね。しっかりと逃げ場はないようにしておきましょう。さあ、制圧完了かな。はい、けっ。よし、問題なさそうですね。
リドリーさんのダメージが大きいかな。片手ねえんだよな、リドリーさん。義足買ってあげないとな。さあ。死にかけがいんな。おいしょち。大丈夫か。よし、とりあえず寝かすときゃいいか。はい、ずいぶんと余裕じゃないですか。そんなとこに座って。うわ、いけいけいけ。さあ、まだまだ起き上がってるよ、敵は。まあ、あとは頼んだな。リク君探索。なし。なし。ねえのか、ここは。ないね。なんもないね。ここは。何か飯とかないのかい？なんもないな。どうやって生きてんのこの人たち。お、開けて入ってきたのがいいな。いけ。さあ、どうした。もう手遅れて。そんなお湯出てちゃ。さあ、外にまで波及してるが。大丈夫そうですね。沼地忍者下人。ネームドいたのかな。これじゃわかんねえな、もう。ダメだ。わかんねえな。どれがどれかわかんないね、もうこれじゃね。いたのかもしれませんね。ネームの存在ちょっとわからないですね。まあ、とりあえず倒してもらって。みんな大丈夫かな。制圧か。徘徊者数190っておかしいな。まだ死亡表記になってないってことはいるね。190か、ちょっと気をつけないとやべえな。今後の憂いをなくすためにも根絶しなくては。我が拠点の脅威を減らすためにも。さあ、どうかね。ある程度減ったかな。いいね、いいですよ。治水軍も退治して。よし、レコ君どこ行くの。いるなあ。あれ倒せば死亡表記になるかな。泳いでいかなくていいよ。よし、とりあえずこっち来て。皆殺しだな、マジで。さあ、比較的ダメージの負ってるやつ、人いる？拠点立てなくてよかったな。体力まだいけるね。ダメージ減りすぎてる。ああ、大丈夫か。リドリーさんのダメージがちょっと大きいね。寝てもらおうか。あれ？今起きなかったか。起きてねえか。いた。沼地忍者中忍。はい。頑張って。よし。沼
忍者中忍。おっと、切りかかって、ああ、一刀のもと切り捨てられたみたいな。よし、逃がさなくていいよ。我々は休息する必要がある。よし、他にダメージ危なそうなのは先に寝といてもらおうね。大したダメージ負ってないね、ここら辺。おっと、左腕、この子も寝とこうか。あー、この子は大丈夫だけど、まあ寝とこうか。はい、よし、こんなとこか。マジか、どっかやられたな。どうなってる、何が来てる。ピークシングかい、よくないねそれ。いや、アレク君はやめた方がいいな。人間で行かない方がいいんだよな。大丈夫かな、ちょっと怖えな。なんとか削れ。あー、やばい。やべえな。変なとこに入り込んでないだろうな。いや、入り込んでるし。あれ、どうすっかな。はぁ、入り込んでんな。ピークシングは倒さないとやばいんだけど、どうすっかな。いや、火力高すぎんだよな。97って。ちょっとまずこいつ邪魔だな、排除しよう。やめろ、いけ、倒せ、いけ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 、追い詰めろ、さあ追い詰めろ、いけ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 、よし。問題あいつだよな、撃てねえかな。来たな、来たな、来たな、勢いよく放て。よし、おとりだ、ブル、いけ。いやー、動物たち頑張って、なんとかこれ減らさないと。トークさんたちも撃って、ここら辺にいんのも撃てねえかな。とりあえずこいつ削れ。血液減らせ、血液。やばい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 。イオンさん死ぬなよ、危ねえからな。範囲攻撃だから結構やべえんだよこれ。パオさんよろしくない。この子に至っては寝ない、あれやんないとやべえじゃん。やったか、とにかく回収。ちょっと危ねえ。他にも肉回収係が必要だな、こりゃ。よし、肉の収集一番にしとこう。
大丈夫か。変なの入り込んでないね。ちょっと開けようか。何ですか、下っ腹がやべえな。下っ腹がやばいか。まあ大丈夫だと信じてやるしかねえな。さあ倒せ倒せ。あっちの巣にしよう。よしよし、大丈夫そうかな。とりあえずなんとか守りきったっぽいね。一人犠牲を失ってしまったよ。生きてる？死にかけなのにな。やばいね。回復させないと。うん。骨折してんじゃん。お、承知。さあ、ナインズさん。コンバットはまだでしょう。回復するまでちょっと時間かかるからね。ちょっと待っててもらって。ゴリラも危ねえからな。ゴリラの皮も回収しとこう。おっと。はい。あとこっちだな。死にかけってなってんのいいんだよ。腕の骨折よろしくないね。医療キットがない。ナインズさんどこ、あれ、あれ、ナインズさんどこ行った。二人とも骨折してるんかい。あれだな、とりあえず寝ろ寝よう寝よう。お、ヤギがいる。ヤギ強すぎでしょ。普通にやっちゃってるけど。ほい。よし。さあ、睡眠とって。ほい。ジムさん死んでる。何があった？やべえな、犠牲者が増えてきたな。何があったんだ。こっちも死にかけだけど。よし、意識不明。なんだろうな、勝手に外出たのかな。ちょっとわかんねえけど、とりあえず畑係がいなくなったということは確かだな。ユキも致命傷ってなってんね。これもやべえんじゃねえの。死にかけ死にかけ。なんかすげえ人手少なくねえか。すげえ人手が少ない気がするけど。応急処置。こっちだな、先に。フィッシュボックスとニコンさんで、リンゴの応急処置。医療キットがない。医療キット切れか。ふざけたことやろうとしてるやつがいんな。やらせるかよ。怖。
この野郎、気絶したままで何ふざけたことやろうとしてんだ、お前。ふてえ野郎だ。行け、裏。釣りやがって、この野郎。やらせるか。よし、よし。よし。逃がすな。逃げ。やっちまえ。さて大丈夫かな。致命傷はオッケーね。やばいな、なんかだんだんあの人間が少なくなってきてねえか。気のせいか。修理。逃がしちゃダメよ、そこら辺のやつら。違う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 、射撃射撃。しっかり撃ってもらわないと困るんだよね、ここら辺。あ、パオサ技術奪っといて。よしよし、いよいよ。それ撃ってくんねえかな、射撃。どこ撃ってんだ。よし、ロックして修理して。大丈夫？みかんちゃん大丈夫？昏睡状態回復。とりあえずか。雪も危ねえからな。まあ何かあった時にはだな。骨折中。さあ治療して、足変な方向曲がっちゃってるけど大丈夫それ。ここはよし、ほい、寝ておきましょう。ああ、しとめてしとめて。結構な数の敵倒してきてると思うよね、えこんな少ない人数でよくやってると思うよ。先に奥から修理した方がいいな。よし、さあ守りの人間が少ないからな、なんか。みんな仕事してんだろうけど。全然空いてる人間がいないよね。大丈夫かな。それなりにダメージもらっちゃっ、マジかや。退屈していたところだ、じゃねえんだよ。この野郎。早めにやっちまえ。ラッキー、パラディンが戦ってくれる。いけ、オッケー。戦闘の主導者やったな。レイドアゲインスト。逃がすな、こいつらだよな、一番厄介なの。早めに倒さないとな、このクラル戦士団とハンドオブボーンズ。絶対には倒してやるからな、あの野郎。よし、ロック。
やべえのが起きちゃったな。危ねえな。暴れられると厄介だ。死活問題だからな、これはな。我々の。よし。特にこのでっかいのやばいね。はい。ちっこいのはいいや。よし。修理。来てんな。やめろ。撃ち滅ぼせ。倒せ倒せ。壊されちゃう。てかさっき直したばっかなのに。どんだけだよこれ1回の攻撃で。こいつの一振り。やべえな。さて、とりあえずこんな感じでいいかい？こっちはどう？様子は。寝てなきゃダメじゃない。まだいるっぽいですね。まだいるっぽいぞ。常人がいますね。よし。死亡表記にならねえな。マジか。地味にしぶといですね。地味にしぶといっすね、君たち。いるね、中人が。中人倒せ。うら。いやー、どっか飛んでった足。ほぼ仕留めたと思うけどな。拠点が死亡表記にならないのきついな。あ、そうだ、寝巻き回収してこようか。誰で回収してくかな。とりあえずあれだな、解体だけしとこうか。寝巻き、寝袋。次は南下していくしかないね。マーケットがありますね。マーケットか。はい。解体。解体。よし。はい。2、4、6、7個か。7個か。どんだけ持てっかな。今来てるメンツ。あんまし腰の方まで来なくてよかったんだけどな。まあ持てるなら。はい。拾えないか。バッタイさん。拾えないか。拾えないのになんで来た。バック。はい。よし、もう一個ぐらいいけない？よし。スチンさんもいけるでしょう。よし。戦闘中？血群雲がいいんだ。さあ倒して。レッコくん。いやーいいね。さあさあ戻ろうか。もうほとんど起き上がってくる中人はいなそうですね。よし、オッケー。回復オッケー。この子も回復オッケー。回復オッケー。回復オッケー。オッケー。まあ、リドリーさんもオッケー。オッケー。ミソラさんぐらいかと。
いやー、めっちゃダメージ食らってんじゃん。さあ、倒してー。ほい。さあ、とりあえず一旦拠点戻ろうか。さて、マーケットか。マーケットか、きついな。マーケットの他に多分こっちのに何かしらあると思うんだよね。建物を建てる余裕が今ねえんじゃねえかな。よし。とりあえず安全を持ちながら移動していくしかないか。沼地忍者の拠点、死亡表記にならないしね。数増えていくしね。281に。徐々に減ることを祈って。よし。移動しましょう。さて、目指すは、まあ、マーケットの方面向かおうか。セーブ。よし。さあ、気をつけていこうね。どういく気だろう。さて、あ、沼地忍者いるね。やべえな、治水雲いんな。いけ。よし。拠点って治水、拠点っていうか巣っていうのはあれ治水雲の巣じゃないよね。沼ラプターとかだと思うんですが。ストーンラットか。ストーンラットもね、いる場所は分かってますんでね。ストーンラットビレッジ。多分ここの音でしょう。レッドサーベルも復活しちゃってるかな、もしかしたら。さて、下にマーケットあってもな、ちょっと物資を買ってこないとまずいかもな。建物を建てるね、あれがないと思う。あの建築建材とかですか。多分買ってこないときついんじゃない。え、やべえ、やべえのがいるな。やべえのに目つけられたな。マジか。ここで。これはちょっときついぞ、おい。どっか逃げる場所もねえしな。水の中か。早いもん勝ちだぞ、みんな。走れ！とにかく走れ。水の中行け。よし。水の中というのは敵も攻撃できないからな。略奪してんな。武器を取られてしまうのは致し方ないか。90か。ちょっときついな。行くぞ。裏。行け。気合を見せろ。何かを略奪された可能性があるからな。食料取られたな。のふざけやがってこの野郎。いけ。裏。食料盗んだ。お前、お礼をさせてもらうぞ。裏。
ざけたことやりやがって。お前回復薬いらねえだろ。よし、あとは、お、違う違う違う、はい、ちゃっかり取っていくんだもんな。さてダメージが大きいね。よし、おい、ちょっと待て、やべえな、来てんな。水火に撤退しなさい。間はフリック君が受け持つから。フリック君頑張って逃げ切って。さあ98だぞ、あくまで強いからね。太鼓応急処置だな。よっ、ヘッドショットが倒されたか。頑張って、昏睡状態回復じゃちょっときついね。救出に向かえそうな人向かわせるか。太陽くん逃げろ。よし、やったか、りくんやるね。よし、あー起き上がった。さあ逃げろ、今のうちに。よし、あぶねえ、とりあえずこっちだな。こっちの方まで一旦逃げようか。それにしてもきついね、ハンドブボンズうろついてるわ。桁が違うんだよな、敵の強さの桁が。いるっぽいな、ハンドオブボンズいますね。さあて担ぎ上げようか。まあとりあえずね、こんな感じでどうにかね。やべえな、それにしてもどうすっかな。よし、どっかで拠点張るか。うん、次回までにどうしよっかな。このマーケットのところまで拠点張っときましょうか。これらへんの移動見ててもしょうがないもんね。だいぶ厳しい状況になってきちゃったけど、建築建材5個あるかな。なさそうだよね。ね、買ってこないとまずいね。まあ寝袋だけでもいいんですけれどね。まあとりあえず移動だけはしておこうかなと思います。ベッドの方がいいよな、でも回復率考えると。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。